はい、どうも皆さん、こんにちは、星野です。私はですね、こういう状況の中で、バイトもできず、うちで過ごす組になってしまっているわけですが、別にうちで過ごすのはとてもいいことなのでね、それはそれで感謝のことですが、自分のね、時間も取れますから、もちろん結構やることあるんですよ。意外とやることあるんですけど、自分の時間も取れますから、だから YouTube とかやってるわけですけどね、1日1時間ぐらいはね、読書ができたらいいなと思って毎日本を読んでいるわけです。でね、近くのね、ブックオフで、全然近くではないんですけど、ブックオフでこういうのを買ったんですね、4月の始まりの時に、ここにね、沖縄に来た時、家にはね結構たくさん本があったんですけれども、全然ね本が持ってく入れる場所がなくて、後で送ってもらおうかとも考えてるんですけど、本をねあんまり持ってきてないので、じゃあちょっと本を探そうと思ってですね、本屋さんがね近くにないなと思ったら、大学の中に本屋さんあったんですけど、本屋さんっていうか大学の、ね、生協で本を売ってるんで、別にそこで買えばよかったんですけど、ブックオフがあったんでね、ブックオフでこう本を買ってですね、しばらく前に出た本ですが、こうディズニーランドの心理学という本を買ったわけです。で、ディズニーランドの、別にこれディズニーランドを称える本とかではなくてですね、称えてるんですけど、ディズニーランドのね、こうアトラクションを紹介したり、こう夢の世界を堪能する、手助けとなる本ではなくてですね、こう夢のかけらもない、ディズニーランドがですね、どのようにして客を集め、金を集めているかっていう、ちょっとそんなことを書いちゃダメでしょうっていう、そういう本なんですけれども、ディズニーランドといえばですね、やっぱり、多くの人を魅了しですね、いろんな人を集める、素晴らしいスポットなわけです。よくね、経営の本とかでですね、成功モデルとして取り上げられるのがディズニーランドですよね。あと、私沖縄に来て思ったんですけど、結構ね、関西の人とか、こっちのね、九州とか沖縄の方の人も、関東といえばディズニーランドでしょみたいなイメージを持ってる人も、それは大学生だからでしょうけども、多いようです。私がね、埼玉から来たって言ってる人にね、向かってですね、こう、関東といえばディズニーランドとか言ったって言ってですね、別にこう、ディズニーランドっていうのはこう、千葉県にあるものですからね、埼玉県民に向かってですね、ディズニーランドが近いでしょとか言うのはね、あんまり効果的ではないと思いますからね、関西の方とかね、ぜひ覚えておくといいと思います。いや別に私は言われても全然構いませんけどね、全然なんとも思いませんし、てかディズニーランド興味ないんで、あんまりディズニーランドの話されても乗れないんですけどね、ディズニーランド行ったことあるけど、あんまりいいアトラクションとか乗らないで、いつもですね、こう、ウェスタンリバー鉄道とダンボしか乗れませんから、私は。ジェットコースターとか全然面白くないんで。なんでね、私は、自分からディズニーランドに絶対行かないんですよ。なぜかっていうと、6000円ぐらい入場料取られるじゃないですか。でも、1日ウェスタンリバー鉄道とダンボと、名前忘れちゃいました。なんとか、ちょっとクルーズみたいなのがあるじゃないですか。船と、もう数えるほどしかね、自分が楽しんで乗れる乗り物ないですから、それでね、1日入場料の元取れませんよ。別に。いや、元は取れてるんだろうけども、ちょっとよくわからないですね。計算方法とかわからないんでよくわかりませんけど。あんまりね、好き好んでディズニーランドに行ったりはしないものです。で、そんな私のですね、初めてディズニーランドに行った時の話を今日はですね、皆さんにしようと思います。ちょっとすいませんね、前置きがなくなってね。私はですね、小さい頃から別にあんまりね、ディズニーとか好きじゃなかったわけじゃないんですよね。多分ね、ディズニーとかあんまり知らなかったんですよね。家にね、ダンボのビデオがあったんですね。ビデオってあれですよ。DVD じゃなくて VHS ですよ。もう皆さんね、皆さん、この動画の視聴者数は分かりませんけどもね、今の10代、私も10代だった。今の、小学生とかね、中学生ぐらいは知らない人もいるんじゃないですか。VHS っていう、そんな話はどうでもよくて、VHS のね、ビデオテープですね。ビデオテープ、そう、ダンボのビデオを見てたんで、それはね、擦り切れるぐらい、何度もね、見ていたんですね。ですから、ダンボは知ってたんですけど、他にあんまりミッキーとかミニーとかそんなに詳しくは知りませんでした。アンパンマンぐらいだったんじゃないですかね。幼稚園とかでもミッキーの、話とかあんまり聞いたことがなかったですね。ミッキーの、だからビデオとかも見たことがなかったんで、別にそう、だからディズニー好きとかになる、ゆえんっていうか、理由はどこにもなかったわけです。別にディズニーを知らなかったってことはないと思いますけどね。で、別に、だから自分からですね、お母さんディズニーランドに行きたいよなんていうことも特別なく、5年ぐ、幼少期を過ごしてきたわけです。で、5歳ぐらいの時だったかな。なんかお母さんがですね、こう新聞かなんかの検証で、こうディズニーランドのチケットが当たるみたいなのがあったんですね。で、大阪とかですね、こっちの方に来ると、西の方に来るとですね、こうよく商品券の、商店街のくじ引きとかでですね、商店街って今ないですか、デパートとかのくじ引きとかでですね、こう USJ のチケットが当たるみたいなのがありますけれども、関東だとですね、こう大体どこ行ってもですね、雑誌の付録とかですね、雑誌の読者プレゼントとか、商店街、デパート百貨店のね、抽選会とか、大体ね、1等2等ぐらいにですね、ディズニーランドペアチケットみたいなのが入っているものです。で、そういう、同じね、類のもので、こう、ディズニーランドのペアチケットが、ペアだったのかな、あれは家族のチケットだったのかな、よくその辺わかりませんけども、ディズニーランドのチケットが当たるっていうのがあって、そのお母さんがそういうの見事当てたんですよね。それが、多分ね、5歳ぐらいの時だったと思うんですね、弟も生まれてて。で、だから、その時に、
ね、ディズニー好きでもない子供をね、わざわざその何千円も払ってディズニーランドに連れて行く、あ、別にうちの親もディズニーランド大好きとかそういう系のね、あのファンタジー大好きみたいな、そういうなんか、あ、別にいいんですよ、全然ファンタジー好きだっていいんだけども、ファンタジー好きなとかそういう感じの親じゃないんでね、別にディズニーランドにそうわざわざね、そのディズニーに興味もないような子供をお金払って連れて行くのようなことはしなかったでしょうが、そこまでのね、物好きではなかったでしょうが、まあ、チケットが当たったからということで、まあ、ディズニーランドに行ったわけです。それが、人生初めてのディズニーランドでした。まあ、だから、チケットですね、まあ、こう、当てたチケットで行ったわけですね。その後もですね、うち家族でディズニーランドに行くのにですね、もう、例えば家族でディズニーランドに行ったことが何回かあるんですけども、それも別にですね、こう、もらったチケットとかですね、そういうので行っただけですね、お父さん、お母さんがですね、こう、家族全員分のチケットのお金を払ってディズニーランドに行ったことは一度もありません。まあ、多分これからもね、ないでしょう。まあ、これからもって、まあ、私はもう家から出てしまったわけですけどね。ディズニーランドの入園料高いんですよね。いや、わかりますよ。ああいうね、いや私ディズニーランドの乗り物見ながらこれ電気代いくらかかるんだろうとか維持費はとかこれ作るのにいくらかかるのかなとかそういうことばっか考えちゃうんでねそういうの良くないと思いますけどもなんて現金なんでしょうだからそういうのは良くないですけどもいやでも実際考えてみるとまああれぐらいの入園料は妥当かなとは思いますよね落ち着いてちゃんと計算してみるとまあどれぐらいの利益を出してるのかいまいち知りませんけどまあねまあ実際入園料であれだけの人が入ってるわけですからね。まあ別にそこの料金設定は どうでもいいんですけど。で、そんでですよ。そんで5歳の時に私はディズニーランドに初めて行ったわけです。で、この時の、まあ、前提としてはですね、私は別にディズニーのこととかよく知らなかったし、あ、でも、チップとデールは知ってたから、まあ、いや、だからディズニーランドのぬいぐるみとかは持ってなかったにせよ、まあキャラクターとかは結構詳しかった。詳しいって別になんだ、その、なんだろう、そのキャラクターの誕生日を知ってるとかそういう詳しいじゃないですけど、まあ、こう、どういうキャラクターがいてね、どういう、お話なんだなっていうのは、まあ、なんとなくは分かっていたんじゃないかなと思いますね。で、覚えているのは、その船に乗った、なんだっけ、何号って言うんでしたっけ、マークトゥイン号違うっけちょっと名前忘れちゃいましたけど、船に乗ったのですね。それからジャングルクルーズに乗ったのも覚えています。なんか、そうですね、なんかすごいびっくりしたっていうか、なんていうんですかやっぱりディズニーランドっていうのは、まあ、それがお客さんを集めるポイントなわけですけれども、現実世界と乖離した。まあ、要は、まあ、文字通りのね、夢の国を再現し、まあ、日常生活から私たちを遮断してくれる。これがね、ディズニーランドの、大きな、お客さんを集めるポイントだっていうのを、まあ、今日読んだ本でもね、学んだわけですが、こう、だそういう風になってるから、私のね、当時の5歳の自分がこう、理解できなかったわけですね、物事が。今ここ何っていう。だから、なんだろう、その夢の世界がよくわかんなかったわけですね。で、結構、なんだろう、少しずつですね、こう、5歳ぐらいの時って、こう、少しずつ世の中の仕組みとかですね、世の中の仕組みって別にそんな政治経済とかそういうことじゃなくて、こう、大体この世の中がどういう風になりたっていってですね、まあ、どういう自然の法則があるのかっていうのは、まあ、なんとなくですね、日々感じ、学び取っていく頃だと思うんですけども、だから私にはこう、理解不能だったわけですね。特に、こう、着ぐるみって言っていいのかな、まあ着ぐるみですよね。まあ、ミッキーさんとかですね、こうミニーさんとかがこう出て別にほら図鑑に載ってる生き物とかね、生き物図鑑みたいなのいつも読んでましたから、こうどういう虫がいてもですね、どういう魚がいても、これは何、どういう魚でね、何の仲間でねとか、そういうのは全然分かったわけですけど、ミッキーとかさ、いや、本の中にね、絵本の中のさ、だって、絵本の中のものは分かりますよ。例えば、桃太郎の本の中にですね、桃太郎がいて、とかですね、実際に桃太郎がじゃあ、なんだろう、犬と一緒に歩いてるのがね、じゃあ、家の外に出たらその辺にね、桃太郎がいて、犬とか猿を連れてね、歩けるのかな。じゃあ私も桃太郎の真似をして犬や猿を連れて鬼ヶ島に行こうかなとか、そういう風にですね、こう現実と、空想の世界を錯誤するような人間ではありませんでしたから、その辺はしっかり分かってたんですよ。だから、こうなんだろう、目の前にですね、思いっきりこうミッキーが現れるっていう、もうその現象が理解できないわけですね。だから、本当にね、この着ぐるみが怖かったんですね。で、別にミッキーに限らず、こうゆるキャラとかがですね、こうイベントとかに行くといるじゃないですか。マジで怖かったんですよ。本当に着ぐるみが怖くて。え、だって、なんだか理解できなかったんですよね。着ぐるみって何って、だってしかも人間よりなんかちょっと大きくなってるじゃないですか。人間よりちょっと大きくなるのは構造上仕方ないことですか。人間よりちょっと大きいし、しかもなんか、え、だって何なのこれはっていう、え、この人ちゃんと人間とコミュニケーション取れるのかな。しかもだって喋ってくれるわけじゃないですか。喋ってくれるわけじゃないじゃないですか、着ぐるみって。しかもだってアニメの中のミッキーとか喋るのにさ、目の前のさ着ぐるみミッキーは喋らないし、これ何の本当に怖かったんですよ。だからね、ディズニーランドとか行ってですね、まあ、ファンサービスなのか何なのか、あっちはいい気になってですね、こう子供を抱っこして写真を撮ってくれるわけですよね。だけれども、私がこう、初めてディズニーランドに行った時の写真を見るとですね、こう、フック船長に抱っこされて泣いてる写真、まあ、フック船長は見た目が怖いからしょうがないにしても、ミッキーとかにですね、ミッキーとかもあったと思うんですけど、まあ、結構こう、有名なですね、世界中で愛されるキャラクターに抱っこされて泣いている私のシーンがたくさんあるわけです。こう、一日中ですね、着ぐるみを見て泣いていた、そんな思い出があります。それから、ちょっと覚えてるのは、あとなんだろうな、あれですね、ミッキーの家に行った
のを覚えてるんですけど、ミッキーの家にね多分並んだんですよね。でもまあさすがにねうちの親もそんなねちっちゃい子供を連れてですね2時間も3時間も並ぶような物好きではありませんから、まあ別にあなんか何や別に2時間3時間並んだっていいんですよ。別にちっちゃい子連れて並んだっていいんだけども、うちの親はそういう人じゃなかったと思うから、実際あの時並んだのは多分せいぜい30分ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけど、なんでこんな人様の家を見るために並んでるんだろうっていう、あの時初めて、いやまあ人生で初めての自己なんていうの自分を疑うっていうか、いやさすがにそれちょっと思ったかもしれないですけど、なんで自分はこんなところに並んでるんだろうっていう、なんかそういうね思いがねあったのがねちょっとだけなんですけど覚えてます。それからねパレードを見たのが覚えてますね。でだいぶね遠いところからパレードを見たんですよね。あそんなことはなかったかな。まあなんかまあパレードは割と見ててねなんか面白かったなっていう、思い出があります。まあそういうの好きですからね。なんかやっぱ動くものを見ると面白くなるんじゃないですか。そういうなんか小さい男の子あるあるですよね。まあだからそんなこんなでですね、まあ割と楽しかった、だから楽しかったかっていうと結構微妙だったんですよね。まあもうまず着ぐるみが怖いですから。ディズニーランド行って着ぐるみ避けて歩いてる人いますっていないでしょ。だからでね、しかもだってこう乗り物になったら怖いとか言い出して、こうディズニーランド、まあ、なんだ、幼稚園生がね、乗れるような乗り物っていうのはみんな楽しいものですからいいわけですけどね。だ私もね、高校生とかになってからディズニーランド行っても、高校生の時にディズニーランド行ったのは1回だけでね、中学生の時は2回ぐらい行ったのかな。あんまりね、ディズニーランド行くの全然好きじゃないし、だ自分からディズニーランド行こうとか言わないんですね。まあ、こう友達と2人で遊びに行く時もディズニーランドは絶対私は行かないよって言います。まあ、大体なんだろう、5人ぐらいとかですね。まあ、例えばこう部活だとか、なんかこう、必ずね、このグループの、このメンバーで遊ぶんだから、君行かないわけにはないですよねみたいな、そういう空気になったら、まあ、しょうがないって別にいいんですよ。全然そういう、嬉しいし、遊びに誘われれば嬉しいんだけども、ディズニーランドに自分からね、ディズニーランド行きたいですよっていうことはないわけですね。それはさっき話したわ。で、だからそう、大人になってじゃないですね。大人にはまだなってないです。18歳でまだ成人してないですからね、我々の年代はね。なんだっけ、そういうことじゃなくて、そう、高校生とかになってディズニーランド行くときもですね、こう私は、こう、いやいいです。ジェットコースターは結構ですって言って、なんだ、ウェスタンリバー鉄道とかですね、こう、ダンボとか、ピーターパンとかですね、ピーターパンも、あれは、ピーターパンってモノレールみたいなやつですよね。あんまモノレールとか言っちゃいけないですね。あれ飛んでる設定ですからね。これ、まあ、しっかり、なんだろう。まあ、いろんな乗り物に乗ってですね。まあ、あんまり、なんだ、激しく動かない乗り物が好きですから、別にいいんですよ。別にジェットコースターも乗れるんですけどね。乗れるって物理的に乗れるだけで乗って泣いてるんじゃ、そんなね、なんも楽しくないわけですから。でも、なんだろう。うん。まあ、結構でも、なんか楽しい、まあ、楽しいっていうか、ディズニーランドのジェットコースターって、なんだっけ、東武動物公園とかですね、後楽園遊園地とかのジェットコースターは、なんかね、ドイツかどっかのね、メーカーがね、なんかジェットコースター専門のメーカー、専門じゃないのかな、なんかジェットコースターをね、得意にしてるメーカーが作ってるんですけど、ディズニーランドのね、ジェットコースターって作ってるメーカーが違った気がするんですよね。あんまり、ごめんなさい、なんかね、ディズニーランドってあんまりね、どこのメーカーが作ってるとか公表してない、まあ、それは公表する必要ないでしょうけど、あんまり私もよく詳しくは知らないですけどね、ディズニーランドって結構、なんだろう、なんか、うん、他の遊園地とはね、違う作りをしてたりとか、まあ、見られてね、アトラクションの構造とかを観察するのはとても楽しいものです。まあ、あんまりおすすめはしないですけどね、ディズニーランドは純粋にね、ディズニーが好きっていう人と一緒にディズニーランドに行くと、なんかもはや喧嘩になってしまいますからね、ここの、なんだっけ、アトラクションはこれ、どこの会社が提供してるけど、これのスポンサー契約はね、何年でいくららしいよとか、そういう話をね、していたら、こうディズニー好きの人と、いや、ディズニーランドに遊びに行った際には、もう一瞬で嫌われてしまうわけです。そう、ディズニーランドのスポンサー契約ってあるじゃないですか、こういう話していいのかな。なんだろう、アトラクションでね、なんだろう、なんだっけ、ジャングルクルーズはエネオスが提供してますよね、あとなんだっけ、レストランがハウス食品とか、あと、JCB とかですね。まあ、日本航空もなんか提供してましたよね。結構、世界に名だたる企業、まあ、日本の大手企業ですよね。まあ、大手企業じゃないと提供できませんから、あれ、まあ、何億か、何十億、十何億だったかな。まあ、テレビ CM をバンバン打ちまくるほど高くはないみたいですけど、まあ、せいぜいディズニーランドに来る人にしかね、の目につく、ディズニーランドに来る人の目にしかつかないから、どれぐらいの宣伝効果があるのか私もよくわかりませんけども、まあ、ディズニーランドにね、提供のオフィシャルスポンサーでしたっけになるっていうのも、まあまあ、それはそれ、なんだろう、結構な効果があるんじゃないかなと思いますよね。なんだっけ、パレードとか、NTT ドコモのが提供しててですね、こうパレードの、私、フローラ、なんていうんですか、出汁のことはなんて言うんでしたっけ、なんて言うんだか、カタカナの名前私覚えるの苦手なんで忘れちゃいましたけど、パレードの時にいろんなね、乗り物っていうか出汁が出てきますよね。で、やっぱ一番後ろに出てくるドコモ、NTT ドコモって書いてある確か私は一番好きなんですけども、こういうこと言うとまたディズニー好きの人にですね、お前何言ってんのって言われるんですけども、やっぱほら、我々ね、NTT、私は NTT ドコモなんですけども、NTT ね、
ドコモユーザーが払ったお金でですね、あの NTT ドコモのあれはできているわけですね。まあよくわかんないですけどね。まあどれくらいお金を出しているのかわかりませんけども、まあやっぱドコモとかはですね、大企業がそれなりにお金を出しているわけです。ディズニーランドっていうのはめちゃめちゃ運営にお金がかかるんですね。素晴らしいことです。やっぱ、あれだけのね、あの設備を作っているわけですから、しかもあの、なんだろう、全然ね、設備があの劣化が見られないように、あの保存して、なんていうの？その状態を保ってるのがすごいですよね。ディズニーランドっていうのはね、もう15分経ったからこの話は終わりにします。ということで今日はですね、まあディズニーランドについて、私が最初にね、ディズニーランドに行った時の思い出を語ろうと思ったんですね。ちょっとなんか最初にディズニーランドに行った時の思い出、ちょっとなんか割と半分ぐらい語りそびれましたけれども、まあまた機会があったらね、その話はしたいと思います。ということで今日はディズニーランドの話でした。この本おすすめです。じゃあ皆さんさようなら。